元帝は、刀身の初代皇帝。意味名は、A、字は、慶文。先帝芝居の彦で、老や武王芝の孫にあたる。また、母方を通して、過去を縁の外原村でもある。河内軍恩賢の人。精神の老や京王芝金の子として、落葉に生まれる。聖母は、過去を光姫。弟に、東安王芝根がいる。十五歳で、老屋王に封じられる。元年。 当時、県政を誇っていた政党芝への討伐に参戦、するが失敗し、慶帝と共に、行で芝江への監視下に置かれた。保身のために、行を脱出し、落葉で母に愛ともに、風国の牢屋に戻った。途中、黄河の渡し場を渡る時に見とがめられて留置されそうになった。芝居が一族を手元に留めて監視し、地方に自由に去ることを禁じていたからである。 そこに遅れてやってきた従者が追いついて、柴栄の馬を鞭で小突きながら、社長。政府は、基人の通行を禁じているそうだが、お前も止められたのかと言って笑ってみせた。その様子を見て、役人は、通行を許した。柴栄が、東海王柴子氏に殺害された直後に、柴子氏により、栄嘉元年に、安藤将軍、都督幼州諸軍事に任せられる。 その頃朝廷の衰退を予測した近似の王道の検索に従い、剣業に赴く。その際に剣人を熱くもてなし、高等をよく平定したと言われている。英画四年、落陽の危機状況から樹春にいた、政党将軍の周香織は樹春への戦闘を計画したが、柴子氏は範広志らに周香織討伐を命じ、懐三角の江南戦闘を不可能にした。映画五年、 懐とみかどが、郷土系である菅の捕虜となり、平洋に連れ去られると、四空の順藩から押されて、名手となった。甲州志士の花一が復従しなかったので討伐して、甲州を支配下に置いた。健康元年、懐とみかどを継いで、貧みかどが即位すると、上昇、大都督、中外所軍事となり、高等の政務、軍事のすべてを取り仕切るようになる。検挙を4年。 藩の流僧による侵攻を受け、貧み角が捕らえられて、精神が完全に滅亡すると、当時上昇、大都督、中外諸軍事として、兼業に居ましていた柴江は、高難の貴族や豪族たちの支持を得て、寝室最後の生き残りとして皇帝に即位した。これが、闘神の元帝である。しかし、亡命政権である闘神の皇帝権力は、微弱であり、 柴江と同じ精神の皇族である南洋王柴保は柴江に従わず勝手に神王を戦勝した。また、元御門の下で最小となった王道、そしてそのいとこの王頓らに軍権を牛耳られることとなった。当時の兵庫王と馬と天下を共にすは、闘神における老や王子の権勢を物語っている。このため元御門は、副神である全漢の末裔である。 竜海と京養殖につけて、老や王子の権力を徐々に排除しようと格索した。だが、栄章元年に逆にオートンに反乱を起こされ、京や他にも重臣であった大縁、衆議らを殺害され、竜海は北方の跡町に逃亡してしまった。しかしオートンにも、闘神を滅ぼすまでの力はなく、同年のうちにオートンの軍権を認めるという条件でも富門と和睦した。 それからほどなくして、48歳で崩御した、北西で編纂された、記書は、北西が、北方の王朝であることから、江南の闘神の正当性を認めておらず、意味名の芝居で読んでいる。また、牛金の隠し事と主張している。ありがとうございます。